今日は結核についてです。すでに過去の病気と考えている方も多いと思いますが、実は現代の病気で1日に6人が亡くなるという日本の重大な感染症なんです。結核菌は1882年に細菌学者のコッホによって発見され、日本では明治初期まで肺結核は老害と呼ばれていました。その8割は肺で発症しますが、全身の臓器・器官に感染し、発症した体の部位によって結核性腹膜炎や腸結核・腎結核など呼び方も細分化されています。新選組の沖田総司、家臣の正岡子規、石川啄木といった歴史上の人物が大勢結核で亡くなり、結核はまさに不治の病でした。50年前までは年間死亡者も十数万人に及び、死亡原因の第1位でした。医療や生活水準の向上により、薬を飲めば完治できる時代になりましたが、過去の病気と思っていたら大間違いです。今でも1日に56人の新しい患者が発生し、6人が命を落としている日本の重大な感染症です。呼吸器の専門家に聞きました。世界的には最大の感染症ですけども、日本ではまあ減ってきてはいますけど、まだまだあると。実は私ももう結核はないと思ってましたけど、30歳の時に結核になりまして、初めて結核がまだあるんだっていうふうに認識してくらいですからね。だから、今はだいたい岩手県には年間130人ぐらいの方が結核としてまあ登録されるというふうな状況で、減ってはいますけど、まだまだ忘れてはならない病気だと思います。まあ、患者さんもそうですけど、その医療をする先生方もまだ結核はあるんだということですね。どっか頭の片隅にでも入れておいていただければ。結核は結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。単に結核菌がいる患者が咳をすると空気中に飛び散り、それを周りの人が直接吸い込むことによってうつります。これを空気感染と言います。人にうつさないために咳が出る場合はマスクをすることが大切です。特徴的な症状はないですね。まあ、昔は物語的には例えば血を吐いてどうのこうとありますけど、ほとんど結核特有の症状じゃないです。ただ私はまあ自分で結核やりましたので、なんとなくわかるんですけども、なんとなくやっぱりこう体調が優れないとかですね、ちょっと顔色がこう少し優れないとか、そちらの方がむしろこう、まあ、出てくるのかもしれませんね。だから今は結核はほとんど高齢者の方多くて、しかも90歳とか超高齢者の方多いですから、なかなかお話もできないという方もいますので、なんかちょっといつもと違うなとか、変だなとか、食欲がないなとか、顔色が悪いなとか、そういうふうなことで結核として見つかることが多いですよね。早期発見は本人の重症化を防ぐためだけでなく、大切な家族や職場などへの感染を防ぐためにも重要です。抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症になりやすく、生命を危うくすることすらあります。予防するためには BCG の接種が有効です。市町村からの案内に従って遅くとも1歳までの接種が重要です。感染したからといって全て結核となるわけじゃないんですけど、もし不幸にも例えば胸の写真を撮って結核の影があると、で検査をしたら結核菌が出ましたっていうなれば、これはもう基本的には内服薬の治療になります。これをまあ6ヶ月間ですね、長くて9ヶ月ですけど、これをきちっと飲んでいただければ大抵の結核が治ります。ただ治療に関してはそう心配することはないと思いますけど、早く診断することがやっぱり大切じゃないかなと思いますね。結核患者の高齢化はますます進みます。新たに結核と診断される患者のうち60歳以上が7割以上を占めています。人口の高齢化よりもっと早く結核患者の高齢化が進んでいます。一回こう菌が体に入ると、体の中の結核どっかにやっぱりこうずっとじっとしてるらしいんですね。まあどこか分かりませんけども、
ある細胞の中とかありますと、じっとしてて何十年も50年も60年もこうじっとしてて、それが高齢になって抵抗力がなくなるんだとか、免疫の力が落ちてくるとゆっくりゆっくりこう顔を出してきて結核として発病する。国は結核に感染している人、発症している人を菌が消えるまで登録制を取り、2年間の追跡調査を行っています。去年新たに登録された患者は県内で136人、全国で18,280人となっています。決して過去の病気ではありません。現代の病気です。いや、先生のお話伺っていると本当に恐ろしい病気ですね。実は世界ではアフリカやアジアを中心に総人口のおよそ3分の1が結核に感染していると言われます。そして2013年には900万人が新たに結核を発病し、150万人が亡くなりました。まあ、実際にこの日本での患者さんの状況、発生状況とかを見ても、結核は重大な現代病の感染症といえます。